はい、皆さんこんにちは、メゾンブランシュの加藤です。いよいよ、ホワイトアスパラガス、が入荷しました。これはフランス産、フランスのロワール地方という、そうですね、パリから、下の方にテージェベイで約1時間ほど行ったところですね。シャンボール城とか有名なお城がたくさんある地域で、取れるロワール産の白アスパラなんですが、これはなぜ白いかというと、土の中にこういう形で埋まってます。土の中で埋まって日光に当たっていないのでこういう白い形になります。ですから、ですからというか、青アスパラとの違いはこういったの筋がものすごく多いです。これ苦味なんですね。で、これ全部取ってしまうとただ甘いだけのアスパラになってしまうので、これをどこまで剥くかというのはそれぞれシェフによってこう考え方があるんですけど、でこの剥いた、筋、まず、これを、リッター1リッター8グラムぐらいの、塩水の中でこの皮を先に湯がきまして、十分その、そのお湯の中にアスパラの味を出しておいてですね、その先にその後約8分ぐらい、この太さでしたら8分ほどボイルします。で、保管するときには、自然のままあるように立てた状態で冷蔵庫の中には、保管しておきます。で、もう少し、1、2ヶ月すると、ホワイトアスパラのバイオレットっていうのが出ます。それは土の中からちょっとだけこう頭を出します。頭を出したところだけが日光に当たって紫色になります。それをホワイトアスパラのバイオレットというふうに呼ぶんですが、これ一大産地というのはですね、いろいろ南仏の方いろんなところで、取れはするんですけど、有名なのがこの一つのロワール地方、ロワール地方で、一番有名なワインというのはシュビニョンブランという、別名猫のおしっこの香りがすると言われて、まあ綺麗じゃないんですけど、すごく美味しい、白ワインなんです。でこの白ワインと、この白アスパラガス、この時期にはぜひ、試していただきたい、すごく相性のいいワインです。こういう食材とその土地の、チーズ、そしてワインというのは、よく合うように、なってます。不思議なように、この地域で取れる野菜にはこのワイン、そしてこのチーズ、そんな感じがフランス料理の、いわゆるマリアージュの下支えをしているんじゃないでしょうか。皆様この時期にぜひお楽しみになってください。